今回は新型コロナウイルスお湯を飲んで予防のデマ拡散ということでいろんな、まあ、これ今ハフポストなんですけどヤフーニュースや、えー、と西日本新聞とか僕が見たのはいろんなところからそのメディアで取り上げられている内容なんですけれどもこのお湯を飲んで予防っていう。 ところで僕もいくつかいろんなパターンを見たんですけど例えば武漢ウイルスは耐性耐熱性性熱がなく26から27度の温度で死にますお湯を飲めば予防できるとかあとはコロナウイルスは実は非常に熱に弱いらしい普段から白湯を飲むようにするとイチコロらしい36度前後でいいので楽勝みたいな。あとは コロナウイルスは57度で死滅する。だからより多くのお湯を飲みなさい冷たいものは厳禁風と違い新型コロナウイルスは鼻水はなく乾いた咳が出るだけ生姜を食べ運動してくださいそうすれば感染しないでしょうウイルスは太陽にさらされると完全に消えますといった内容がわずかに言葉を変えながら出回っていたりします。 まあ僕もたくさんこういったものを、えー、TwitterFacebookLINE などで見ましたまあいろんなね、えー、と台湾や香港などの海外在住の知人親戚から送られてきたみたいな内容だったりとかあとはその内容自体も武漢のコロナウイルス研究者がとかあとは僕が見たのは中国広、えー、東省深センの 病院に勤めている方からとか、まあ、いろんなねパターンがあるとは思うんですけどそういった、まあ、内容を見た時にまず26度から27度の温度で死にますって見た時に、まあ、体温がね僕の場合はまあ36.5度とかなんですけど、まあ、体温で死ぬんじゃないかなって。 ちょっっとと疑問に思ったのとあとこの情報リソース自体がどこから来ているのかなっていうのでまあこのような内容が出るのであれば例えばその中国の方で論文としてねどこかに発表されていたりとかっていうのがあると思ったのでまあ僕が見るのはその世界。 五大医療雑誌とかその「ランセット」とか、まあ、先日もねお伝えした「ランセット」とか「ジャマ」とかいくつかあるとは思うんですけどそういったところとかあとはちゃんとその出どこが分かる情報っていうのを、まあ、いろんなところからねチョイスして取り込んでで自分の中で整理しながら、まあ、こういったことなんじゃないかなっていうので。 皆さんにお伝えできることはお伝えしてその時にやっぱりどこから得た情報なのかっていうのはなるべくそれも合わせてお伝えできるようにしてますなのでまあ、こういったねネットでいろんな情報が流れているので嘘もあれば本当のこともあると思いますしまあ、特に今日本国内はこれからその感染が広がっていくんじゃないかとかね たくさんいろんな不安がある中でやっぱりあの正しい情報を精査しながらやっぱりまあ近しい人にはねいい情報をお伝えしたいっていうのは伝えていきたいっていうのはやっぱり人間の心理だと思いますのでその辺のね人の心理をついたチェーンメールなのかなっていうのは思いました。ななのでこれからもやっぱりいろんな 特に日本国内の情報だけではなく海外からの情報も得ることによってやはりこうその今問題になっている新型コロナウイルスっていうののその本質というかねそういったものがまあ今本当にドクターにしても研究者にしてもわからないことだらけだと思うのでいろいろ政府にしてもそうですけど情報を開示してもらって。 情報がないからこそ不安になるのであってまあそういったのをねいろんな機関で情報開示してそれをその情報を得る中でやっぱり、まあ、今どういったその正しい情報が出ているのかっていうのを見極めながら自分もその予防したりとかね正しい まあ,ある程度正しいだろうなという確信ができる情報を皆さんにこれからもお伝えできればいいかなと思ってます、まあ、そういったまあいろんなこ,うこれからもねあの正しい情報やまた嘘のデマの情報なども出回ってくると思うのでその辺も見極めながらあの情報をお伝えしていければと思いますでは今回もご視聴ありがとうございました